ねえ、早く起きなって、遅刻しちゃうよ。今日遅刻したら反省文でしょ。いい加減にしなさい。何寝ぼけてるの？いい加減起きなさい。あ、こら。もう。起きなさい。なんでじゃないでしょ。早く着替えて、遅刻しちゃうよ。ほら早く早く。ちょっと。私の前で脱がないでよ。私がまだいるでしょ。そういうことじゃない。ほら早く。あの頃はまだ小さかったでしょ。あんたが昨日起こしてくれって頼んだんでしょ。最低。ちょっとまだ？もう着替えた？もうほら早く行くよ。そんなの食べてる場合じゃないでしょ。さっきから言ってるでしょ。あんたが早く起きないからでしょ。ほら行くよ。私までギリギリになっちゃったじゃない。この借りはでかいよ。何のバッグ買ってもらおうかな。はい、静かに出席どうぞ。
今日は遅刻しなかったのか。雪でも降るんじゃないか。じゃあ席どうぞ。足立。はい。上野。はい、そしたら今日はここまで。日直。はい、起立。で、あ、はい、ありがとうございました。さっきからそればっかりじゃん。あんたは何しに学校来てるのよ。どうしたの？自業自得でしょ。はい、これ。残念でした。おばさんから預かってきたの。はいはい、これで仮二つね。今日の仮は今日返したよね。ダメ。はいはい、いいから食べなよ。私生徒会室で食べる。どういたしまして。ちゃんと手洗ってから食べなさいよ。よろしい。あ、鈴森、ちょっといい？うん、どうしたの？まあ、ちょっと。何？いや、俺さ、ずっと前からさ、鈴森のこと好きで、まあなんか、うん、まあ、俺と付き合っていくんだよ。ごめんなさい。あの告白してくれたのはすごく嬉しいんだけど、だけどね、あの、私好きな人がいるの。わかった、ごめんね。なんか、いや、あ、でも佐賀君とはこれからもお友達でいたいな。うん、うん、じゃあ今度どっか遊び行こうよ。うん、あれ、お弁当食べてないの？
大丈夫？体調悪いの？やっぱりおかしいよ。どうしたの？そんなにぼーっとして。そう。でもあまり無理しないでね。あ、しまった。ごめん、教科書見して。ついうっかり。え、でも、いや、悪いって。はい、逃げるさ、昼休み終わったぞ。密着。起立。で、着席。あれ、菅はどうした？わかりません。もうそっか。まあいいや。じゃあ、前回のおさらいからいくぞ。出席番号15番。おいおい、せっかく今日は遅刻しなかったのに。今度は忘れ物か。仕方ないな、鈴森。机くっつけてメッセージやってくれ。はい。とりあえず、あだで与えるから、後ろ。教科書15ページ。東アジアの動向と大和政権の発展。6世紀の朝鮮半島では、高句麗の圧迫を受けた百済や新羅が勢力を南に広げ、加谷の諸侯国を合わせたため、加谷諸侯は562年までに次々に百済、新羅の支配下に入った。そして加谷と結びつきのあった大和政権の朝鮮半島での影響力は後退した。どうしたの？政治を主導した大友氏は朝鮮半島での米軍を巡り兵力を失い、6世紀中央には大友氏と新田の岡氏が対立に挑みました。岡氏は大臣を通して朝鮮の大政権に政治に挑み、おい、来い、うるさいぞ。中央行政機構、地方組織の編成が進められ
あのさ、何？そっちから言って。どうしたの？急に。あ。最低。いるよ。知ってるというか、同じクラスだけど。え？なんで気づかないかな。そうなんだけど、あのさ、好きな人とかいるの？そう、俺の。わからないって？いることにはいるんだ。あのさ、何？そっちから言って。真剣に悩むのバカらしくなってきた。そこで聞いちゃうのがあんたらしいよね。黙って聞いて。誰かに取られちゃう前に言っちゃう。好きです。私と付き合ってください。私じゃダメ？はい、いいえで答えて。私のこと好き？付き合う？これからもよろしくお願いします。何？何よ今さら。そういうこと聞いちゃう？ね、なんだろう。なんというか、なんて言うんだろう。
なんかドジだし、おちょこちょいだし、頼りないけど、最後まで聞いて。でも優しいところ、うん、優しい。微妙かな。嘘嘘、冗談。それに、でもそういうところが気になっちゃうっていうか、心配で目が離せないんだよね。何その微妙そうな顔。あ、それはない。私からも一ついい？気になってる子って誰？同じクラス？ねえ誰よ、気になるじゃん。え、なんて？ちょっと教えてよ。ほら、5分で根を上げないの。そんなこと言ったって、期末試験はみんなに来るんだから。ほら、頑張ろう。赤点取ったら補習なんだから。間違ってるよ。ほらこれ。五成倍式目のところ、そこ55条じゃなくて51条。あとこれ、文明の駅と公安の駅。年号逆。もう不安だな。支えきれるか不安になってきた。じゃあ本腰入れてやろっか。大丈夫？なんだとは何よ。その感じだと大丈夫そうね。急に倒れた時はびっくりしたよ。横から見てたけど、すっごい倒れ方してたよ。だからこうしてきたんでしょ？全然、別に何もしてないし。
で、どう？体調は大丈夫そう？ここからはサボり？どれどれ？確かにこれはやばいかも。失礼します。あ、やば。保健の先生いますか？あれ、誰もいないのか。失礼しました。一緒に寝てるとこ見られたらややこしいでしょ。ちょっと、当たってる。今想像した？私も。どうしたの？珍しいじゃん。まあ座りなよ。教室のとは違ってちゃんと洗ってるから安心して。まあなんてことないよ。期末試験も終わったし、他にやることないってのもあるけどね。もう冬だもんね。あ、みかん食べる？少しでも快適にしたいからね。確かにね。なんかのんびりしちゃうね。で、どうしたの今日は？
お話ししに来たわけじゃないでしょ。わかるよ。何年ずっと一緒にいると思ってんの？ずっと一緒だね。あるよ。そっちこそ予定は？はい、これ。この前行きたいって言ってたでしょ？あれ？なんだ、二人とも予定あるじゃん。楽しみだね。じゃあ私こっちのチケット使う。余っちゃったね。そうだね。ありがとう。